ちは、ピカルです。今回は韓国ファッションのアイテムでデイリーコーデを作ってみました。今日はアフレコでお届けしたいと思います。まずルック1です。エンビールックの襟付きのワンピースです。こちらが5433円です。この春はビッグカラーのアイテムばっかり選んでますね。このワンピースは膝下丈でしっかり長さがあるので、お仕事でも使っていただけるようなコーデかなと思います。このスカート部分が後ろにスリットが入っているので、歩く時も違和感なしで着ることができます。ハイウエストで切り替えがあるので、全体のバランスがよく見えるのも嬉しいポイントです。お袖はパフスリーブになっていますが、控えめなボリュームなので綺麗めな印象になります。プライベートでもお仕事でも活躍しそうなワンピースでした。続いてルック2、どちらもエンビールックのアイテムで、ツイードジャケットが3582円、ストレートデニューパンツが3343円です。ツイードで可愛らしい印象になるので、デニムでカジュアルダウンして着てみました。このデニムは少し固めの生地なので、ストレッチが効いていないんですけれども、足がめっちゃ漏れるんですよね。細身で足長が叶うので、プライベートでもめちゃくちゃ愛用してます。ツイードジャケットは表面がふわっとした生地で、優しいパステルカラーが春らしい印象になります。このコーデはショッピングに着ていきたいなと思いました。そしてルック3です。エンビールックのコットンロングワンピース、2866円です。大人っぽいストレートシルエットのワンピースですね。ウエストリボン付きなので、ワンピースでもメリハリがついてスタイルアップも叶います。淡いブルーが爽やかな印象になるので、好印象なコーデが決まります。スカート部分に両サイドにスリットが入っているので、歩きやすさもバッチリです。お袖はパフスリーブになっていて、トレンドもしっかり抑えているのがポイントです。しっかり長さがあって上品な印象になるので、デートにもおすすめのワンピースです。ルック4、トップスがエンビールックのナッツブラウス、2257円、パンツがフロムビギニングカバータックワイドスラックス、2876円です。この春挑戦したいカラーパンツコーデを作ってみました。派手すぎない落ち着いたピンクカラーで、カラーアイテムにも挑戦しやすいです。今回はパンプスと合わせてきれいめにしましたが、スニーカーとも相性のいいパンツです。ハイウエストで履けて足長効果も抜群です。トップスはフロントがギャザーになっているデザインで、ウエスト部分はゴムになっています。お友達とご飯に行くときに着たいコーデかなと思いました。ルック5です。モノトーンのレトロ風コーデにしてみました。ワンズモールのエイミー配色クロップブラウス、3043円、クローズクリップのロングスカート、3284円です。シンプルな膝丈スカートは定番で使えるストレートシルエットです。ウエストはゴム入りで履き心地も抜群です。フロントの2箇所にスリットが入っているのがポイントです。トップスはジャケットとしても使えるアイテムで、バイカラーの配色が好みすぎて選びました。生地感はジャケットほど重くなくて、今の時期にぴったりだと思います。お気に入りのカフェに行くときに着たいコーデでした。そして最後ルック6、ウォンロングサンデー T シャツ2836円と、バイナリーワンのロングスカート2119円です。パッと目を引くピンクカラーの T シャツとロングスカートのコーデです。スカートのカラーは真っ白で春らしい印象です。クシュッとしたシワ加工がおしゃれなデザインになってます。ウエストゴムでゆったり履けるのが嬉しいです。裏地がついているので、そこまで透け感は気にならないですが、白なので一応対策はした方がいいかなとは思います。結構ゆったりとしたシルエットで、このコーデみたいにインしても着てもいいし、アウトしてカジュアルな感じで着ても可愛いかなと思います。春のピクニックに着ていきたいコーデでした。はい、というわけでルックブック見ていただきありがとうございます。気になるアイテムありましたか？今回私がお買い物したのがコーディブックっていう韓国発のファッションアプリです。韓国で人気のブランドがたくさん入店していて、まとめてお買い物することができるのとっても便利です。このコーディブックなんですけれども、アプリやウェブサイトからコーデを作ることができます。気になるアイテムを1枚の画像の中に入れていって、お買い物の前にこのアイテムとこのアイテム合わせたらどんな感じになるんだろうっていうイメージができて、でしかもそのままそのコーデをまとめて買うこともできたりして、とっても便利なんです。今回実際作ってみようと思うので、ぜひ一緒に見ていただけたら嬉しいです。今回はアプリを使ってコーデを作っていきたいと思います。
まずアプリを開いてトップページにある左上のハンガーのマークを押します。そうするとカテゴリーごとにカーディガン、コート、ジャケットっていう風にアイテムが出てきたり、このハートマークを押したら自分がお気に入りしたアイテム、あとはカートに入れたアイテムとかも選択することができます。今回はどうしようかな、ワンピースを使った春コーデを作っていきたいと思います。なのでワンピース、ミニワンピース選んでみます。こんな感じでいろんなワンピースがバーって出てくるんですけれども、気になるよ、このツイードのワンピース選んでみます。でサイズ調整もこんな感じでできますので、でワンピース配置できたので、次は小物とかシューズを選んでいきたいと思います。これはどうしようかな、ブーツを合わせてみようかな。綺麗めなので白のブーツとかを選ぼうかなと思います。ブーツがバーって出てきたので楽しい、これめっちゃ。次はバッグを選んでいきます。ショルダーバッグ、あ、かわいい、ピンクの、めっちゃかわいい。これこんな感じで合わせてみて、あとはなんだろう、アクセとかもかわいいかなって思います。帽子にして、これやったらベレー帽とかかわいいかもな。あ、ベレー帽だった。で、ベレー帽合わせて、あとはスマホケースとかもある。え、かわいい、スマホも入れました。そしてネックレスとかつけてみようかな。こんな感じで作ってみました。これでコーデを保存、何しようかな、春のお出かけのお出かけコーデ保存できた。こんな感じで保存ができます。こう下見ると選んだアイテムが一覧で出てくるので、実はまとめて購入することもできます。これめっちゃ便利ですよね。コーディブックのお買い物方法なんですけれども、本当に普段使ってる EC サイトでのお買い物とほぼ同じプロセスでご購入することができて、気になったアイテムをカートに入れてそのまま決済に進んでいただいて購入完了という感じになります。そして今回私の YouTube を見てくださった方限定のクーポンを作っていただきます。 Apple Store か Google Play でコーディブックで検索してダウンロードしてみてください。決済の時にクーポンコードを入れる欄があるので、そこにこちらのクーポンコードを入れて決済に進んでいただけたら使っていただけます。はい、ちょっと長くなってしまったんですけれども、今日の動画はここまでです。今日も見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。